ハンガリー国鉄、ハンガリー国鉄、ハンガリー国鉄、略称 MV は、ハンガリーの鉄道会社であり、旅客輸送を担当する m v s t a r ZRT と貨物輸送を担当する MV カーゴ ZRT から構成されている。ハンガリーで最初の蒸気機関車による鉄道は、ハンガリーが、 オーストリア帝国の支配下にあった1846年7月15日にペストとバーツの間で開業した。この日がハンガリーの鉄道の創業日とされている。あと2848年のハンガリー革命の指導者となった詩人のペテー・フィシャンドルはこの最初の列車に乗車して詩を書き人間の体における欠陥のように鉄道が ハンガリー中を結ぶであろうと予測した。1849年に革命戦争が敗北に終わった後、オーストリア政府は既存の鉄道路線を国有化し、さらに新規の路線を建設した。1850年代後半の第二次イタリア独立、戦争の結果として、これらのすべての路線は、オーストリアの民間企業へ売却された。この時期、 ガンツ・アー・ブラハームの設立したガンツ社は、安く丈夫な鉄の車輪を製造する、クラストキャスティング法を開発し、中央ヨーロッパにおける鉄道の発展に大きく、貢献した。1867年に、アウスグライヒにより、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が成立すると、交通の問題は、ハンガリー政府の所管となった。地方の鉄道会社を支援する業務も引き継がれた。これは、 かなりの期待に及び、1874年の会計年度では、年間予算の8%が、鉄道会社への助成金に支出された。このことから、ハンガリーの議会は国鉄を設立することを1868年に決定した。目的は、ハンガリーの主要幹線を引き継いで運営することであった。これに対して支線は、民間企業によって建設された。 1884年の法律によって鉄道会社を設立する方法が簡素化されると多くの小さな支線の鉄道会社が設立された。しかしながらこうした会社は通常路線の建設のみを行い国鉄と契約を結んでその路線を運行してもらった。このためこうした会社は車両も保有していなかった。国鉄は路線や設備、建築物が 国鉄の規格に従って建設されていた場合にのみ、そうした運行契約を結んだ。このため、国鉄の規則に基づく標準の駅舎や上屋、関連する構造物が建設されることになった。運賃が比較的高かったため、ハンガリーの交通密度は他国に比べてかなり低いものであった。この状況を打開するため、交通通信大臣 のが1889年にゾーン運賃制度を導入した。この制度により旅客、貨物ともに値下げとなったが、旅客貨物ともに需要の急増を招いて、結果として全体の収益は向上した。1890年には経営体力の強いオーストリア所有のカシャウ、オーデルベルク鉄道、オーストリアハンガリー南部鉄道、 シュターツ・アイゼンバーン・ゲゼル・シャフトを除いて、その経営のまずさの結果から、ほとんどの大きな民間鉄道会社が国有化された。全2社は、ゾーン運賃制度に加入することに同意し、第一次世界大戦終結まで鉄道会社として、存続した。第一次世界大戦により、オーストリアイコール、ハンガリー帝国が崩壊すると、シュターツ・アイゼンバーン・ゲゼル・シャフトの内ハンガリー側の路線は、 フランスの所有者からハンガリー政府により買収されハンガリー国鉄の路線となった。20世紀初頭にはハンガリー国鉄はヨーロッパでも路線の規模や財務面に関して最大規模の鉄道会社となった。しかしながらその収益性は常にほとんどの西ヨーロッパ諸国の国鉄や私鉄に対し劣ったままであった。ハンガリーの鉄道網は 現代でも見られるように非常にブダペスト中心の構造として、この時期にほぼ完成した。1911年、新しい機関車の番号付けルールが導入された。これは21世紀初頭まで用いられ、今でもかつて購入された動力車には用いられている。この不満規則では、同軸の数と最大軸重の情報を示している。 第一次世界大戦が終結すると、ハンガリーの領土を72%削減したトリアノン条約により、ハンガリーの鉄道網はおよそ 22000km から 8141km へと減少した。ハンガリー国鉄の所有する路線は 7784km から 2822km へ減少した。 第一次世界大戦終結時点で10万2000両があった貨車は、1921年の時点で、ハンガリーには2万7000両が残されるのみとなり、そのうち1万3000両が運行可能な状態であった。1919年時点で、機関車は4982両があったが、講和条約後、ハンガリーに残されたのは1666両であった。 新しいハンガリーの国境は既存の鉄道路線の多くと交差していたため、これらの支線のほとんどは廃止された。幹線では税関と機関車交換の設備を備えた新しい国境駅を建設する必要があった。大戦間期には既存の伏線区間の強化と幹線網の伏線化に焦点が置かれた。幹道カル・マーンの炭素交流 16KV50。 ヘルツ駆動に関する特許と回転章変換器により、河川の高電圧を調整した低電圧の多層交流に変換して多層の交流誘導電動機に供給する彼が新たに設計した V40 系機関車によって電化の取り組みも始められた。多くの幹線では貨物、旅客列車は ハンガリー国鉄の蒸気機関車の時代最後の形式となった424型蒸気機関車により、牽引されていた。1928年からは2軸、3軸のガソリンカー、後にディーゼルカーが購入され、ブックマット型。1935年には、四千網の57%はこれらの機動車によって運行されるようになった。ハンガリー国鉄の残りの区間では、 旅客輸送は依然として第一次世界大戦前の蒸気機関車によって木造の座席を備えた三等客車が牽引されていた。この客車はハンガリー語ではファパドウスと呼ばれ、現代では格安航空会社を指す言葉となっている。1930年代初頭、世界恐慌によりほとんどのハンガリーの支線運営会社は倒産した。オーストリアハンガリー南部鉄道のハンガリー側の 後継会社である d ィ s e も財産管理下に置かれた。ハンガリー国鉄は、これらの支線と d ィ s e のすべての資産を1932年に取得し、これらの路線の営業を続行した。このようにして、ハンガリー国鉄はハンガリーにおいて、唯一の大きな鉄道事業者となり、他の独立した鉄道会社はジセブイージフなど取るに足らない数しか残されなかった。 第二次世界大戦末期、ハンガリーの鉄道網は壊滅的な破壊を受け、幹線の半分以上と視線の25%は使用不能となった。橋の85%は破壊され、建物の28%が破壊されこの他に32%が使用不可能となった。車両もまた破壊されるか他の多くのヨーロッパ諸国へ散逸した。機関車213両。 機動車120両、客車150両、貨車1900両だけが使用可能な状態であった。この機動車についても第二次世界大戦末期には稼働させるための燃料がなかった。これらはソ連軍の戦利品とみなされた。線路と建物、その他の施設は多大な努力により比較的短期間で修復された。1948年までには 鉄道網の大半は使用可能な状態となったが大きな橋については再建されるまでさらに長い時間が必要されたものもあった。最初の電化区間は1945年10月にはすでに運行再開されていた。ソ連軍はオーストリアやドイツから戻されて没収された機関車やその他の車両をハンガリー国鉄へ売り戻した。再建を促進するためにハンガリー国鉄は 510両のアメリカ陸軍輸送家 S160K 蒸気機関車となった。1950年代のスターリニズム時代、ハンガリー近道社等は急速な工業化を命令し、鉄道はそのための背骨と考えられた。化石祭の列車がよく整備されていない機関車に牽引され貧弱な線路の上を創っていた。非現実的な5カ年計画が定められ、 これを達成できなければ、サボタージュとみなされた。事故が起きると鉄道員は、見せしめの裁判にかけられ、しばしば死刑を宣告されることすらあった。この時期、蒸気機関車の生産は続行されていたが、ハンガリーの工業がソビエトに対する戦争賠償の生産に占められていたため、少数に止まった。これには、ソビエト設計の蒸気機関車や客車、貨車、 その他の品物が含まれる、ディーゼル機関車の開発も始められた。感動の V40 系電気機関車の後継となる V55 系電気機関車は失敗に終わり、ハンガリー国鉄はこれ以上愛変換気式の機関車を購入しないことを決定した。ハンガリー動乱の時には、鉄道はあまり被害を受けなかった。動乱が鎮圧された後、 再び5カ年計画の枠組みが導入されたが、今度は目標は低いものに改められた。1958年にハンガリーでの蒸気機関車の生産が終了した。600馬力の電気式ディーゼル機関車の M44 型と450馬力の液体式入れ替え用ディーゼル機関車の M31 型が生産された。1964年ドイツの設計で、 ハンガリー国内で生産された交流 25KV、50Hz の4軸の V43 型電気機関車が収益した。この信頼性のある機関車は、結果的に450両が生産されて、旅客だけではなく貨物でも、ハガリー国鉄の主力となった。また、ソ連製の M62 系ディーゼル機関車やスウェーデン、アメリカ製の M61 系ディーゼル機関車などの、 大型ディーゼル機関車も登場した。しかしながら、軌道の保守は低いレベルに止まり、これらの機関車が能力を発揮することを妨げた。今日に至るまで、ハンガリーの鉄道における最高速度は時速 120km、特定の路線で時速 160km に止まっている。しかし、反ヨーロッパ回廊の一部を形成する路線の改善のために、 欧州連合の資金を要することができるようになった。ハンガリーは中央ヨーロッパに位置しており、多くの重要な鉄道路線が国内を通過しているためである。1990年代を通じて、ハンガリー国鉄は次第にローカル線を廃止していったが、さらに大規模な旅客営業の廃止は政治的な圧力により阻止された。それでも、ハンガリー国鉄が利益の出る。 貨物事業に集中していることと、ハンガリーの鉄道網の不平等な構造から高い、クオリティの都市間特急列車を利用できるのはごく一部の人であること、十分な質の客車が不足していて、さらに都市間特急列車網を拡張することができずに、いることなどから、ハンガリーが資本主義に移行して、以来一般の旅客輸送の質はかなり悪化している。 2000年以降のハンガリーの政治体制は、高速道路がよく整備されているスロバキアやクロアチアと比べて感じられるアウトバーンキャップの対策に集中しているため、短期的にはハンガリーの鉄道網に対してハンガリー国内でのかなりの資金投入は期待できない。近年の改善としては、シーメンス製のデジロ機動車を通勤用に2両、スイスのシュタトラー車のフラートを60、 編成購入したことが挙げられる。なお、発注したフラートは、中距離シャトル運用向けのとても先進的な、電車タイプのものであるが、未検証のもので、より洗練されているが、技術的には、保守的な、ボンバルディア製のタレントとの間で、不公正な選定が行われたというスキャンダルに、巻き込まれた。JL、ショプロンとオーストリアのエーベンフルトを結ぶ JL、ショプロンエーベンフルト鉄道は、 両国で共同運営されている。2006年12月7日、ハンガリー政府は広範な経済改革の一部として、合計 474km に及ぶ14の地方路線の運行を停止することを発表した。経済運輸大臣のジョノスコカによる、最初の計画ではより急進的で、全鉄道網の12%にあたる26路線を廃止するものであったが、 地方自治体や野党、市民団体の強い反対にあった。最大野党は、これらの対策は、地方、特に小さな村に対して向けられたものであると主張した。政府は、これらの列車は、バロン車のバス路線に置き換えられて、より早くなり、運賃も安くなると主張した。問題は、高度に政治化した。政府は、費用のかかる環境保護対策と再工作制限を回避したいため、 これらの鉄道路線は、正式に軌道を撤去して廃止されずに、無期限に運行を休止される。ハンガリーでは、金属盗難が広がっているため、これは事実上これらの軌道を見捨てることを意味する。2007年3月4日に、以下の14路線で運行が休止された。ポップ、コーニ、ポップ、チャーナ、ザラバー、ザラシングロト、レプセニー、ハジェマスカー、シェリア、ビラニー、 ダイセのラマニー、カストレニケイ、リットール、ケイポールナ、メザチャート、ネクリデホザ、コジーンツバートシカ、ルダバニア、ニーローダンナジコロ、ビー、キロエス、ムーアニー、クーンシンミクロッシュダナパターッチ、カイ、リットル PSZLLS、ケチャカメイト、キーシュクルーシュカロチャ。2007年4月20日、ウェブポータルのインデックスニュースは、 ハンガリー国鉄内部の検討資料を報道した。これによれば、新しいハンガリー国鉄経営人と政府は、収入に見合わない支出を生み出すものを排除するために、2008年以降、すべての小さな地方鉄道路線を休止する意図となっている。これらの路線は、支出が収入の10倍にも上っていた。これが実施されると、国際鉄道路線と、 大きな地方都市の路線のみが残ることになる。中、標準機と後期の路線は国鉄が運営している。狂気についても、以下の路線は国鉄が運営している。ニリショザ、ボールサイティサー、パート、ドーンブロート、バラタンフェニブス、サマージェセンプル、ケチャカメイト、キースクンマイシャ、キーシュクルーシュトブダペストの子供鉄道、ピオニール鉄道。それ以外のすべての狂気路線は、 森林会社と地方の非営利団体が運行している。路線によっては二等車のみのこともある。都市間のインターシティ列車、高速でより快適の切符の価格はこれより少し高い。旅客は座席を指定する必要があり、二等車で520、コリンと、あるいは追加チケットを購入する必要がある。インターシティから、インターシティ未満の列車、インターパイシーと呼ばれるに乗り換える場合、 インターバイシーに対する予約は無料である。現在の運賃は2007年の2回の運賃値上げの結果である。2007年1月1日の16%値上げと2007年5月1日の17%値上げが行われた。この値上げにより国営上距離バスと同等の運賃となった。値上げ後は2人か3人が集まって費用を分担する場合。 個人の自動車に乗る方が列車に乗るよりも安くなった。これは反対勢力からは環境的な観点から批判されている。ハンガリーでは個人による自動車の所有はまだ普及しておらず、都市の仮想住民や地方の人は公共交通に完全に依存していることに注意しなければならない。有効な学生証を所持した学生と6歳から14歳までの子供は半額。 2007年以前は67.5%引きの切符を買うことができる。欧州連合諸国からの26歳未満の若者は33%の割引が得られる。欧州連合諸国からの6歳未満の子供と65歳以上の老人は無料で旅行できることがある。さらに様々な割引制度がある。家族向け、幼稚園児や生徒のグループ、 国の保護を受けている、子供の団体、公務員、年金生活者、競技に向かうスポーツ選手、目の不自由な人とその付き添い、耳の不自由な人、知的障害のある子供とその付き添い、障害者とその付き添い、戦争傷病者、戦争未亡人、公的なイベントに参加する人などである。下記は、日本の JR で新幹線の速達列車、山彦、白、高、光、 桜に相当する種別である。乗車には、運賃のみでなく、特急料金が必要となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。